はい、こんばんは、こんにちは、でます。ぶたです。今日もよろしくお願いいたします。まあ、前回の動画ですね、まあ、久しぶりに相方のね、ゆうちゃろうさんが登場してくれたということで、まあ、何かと結構反響が大きかったんですよ。びっくり。まあ、僕、ハロプロのね、動画を今後上げていこうっていう話をしてたんですけども、まあ、ちょっとこういったプライベートのこともやっていこうかなと思います。まあ、と言いましてもね、まあ、ちょっとゆうちゃろう、その相方のゆうちゃろうが、まあ、今後頻繁に出てきてくれるかっていうと、まあ、それはまたちょっとね、別の話で、まあ、僕がちょっと一人でやっていかないってなると、まあ、過去のお話をするしかないのかなと思っております。まあ、僕も知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、ずっとゲームチャンネルでやってきまして、まあ、こういうプライベート配信ってなかなかそんなに数多くやってこなかったんですけども、まあ、そこでもね、まあ、ゲームやりながらも、僕は LGBT の中の G っていうお話を、まあ、結構してきたんですね。まあ、せっかくだったら僕が、ゲイのね、なったきっかけ、というか、まあ、経験談とかを今後いろいろ話していけたらなと思っております。まあ、需要あるのかわかんないけど、まあ、今後のちょっとその動画の視聴回数を見ながら、まあ、試行錯誤やっていこうかなと思うんですけども、まあ、まずはじめにですね、まあ、何から始めていこうかと思ったんですけども、じゃあ僕がゲイだと自分で気づいたきっかけをお話ししていけたらなと思います。まあ、その前にね、ちょっと今日はお茶飲ませてください。結構ね、話すとね、喉乾くんですよ。ちょっとね、汚いですけど、このまま行かせてもらいます。がじゃあ、はい、ゲイに目覚めたきっかけ、まあ、ゲイだなって自分を自覚した時のお話をしたいと思います。まあもう結構ね、まあ、話しちゃえば、もう早い段階で僕は自分のことは、ゲイっていうよりかはですね、バイセクシャリティだなと思ってました。まあ、バイセクシャリティが何かっていうと、まあ、要は男の人でも女の人でもどっちも愛せるよっていう、まあ、簡単に言えばそんな感じなんですけども、まあ、それだと僕は思ってたんですよ、自分のことを。もう早い段階でそれには気づいてましたね。うん、もう小学校ぐらいからは気づいてました。で、まあ一番最初にその男の子のことを好きになったお話をじゃあ今日はしようと思います。いや、こういう話ってさ、まあ結構恥ずかしいっていうか、なかなかね、オープンにできる話じゃないと思うんですけど、まあ僕その辺結構抵抗なく話せちゃうんで、まあなんかお仲間の方とか見てくれてたらね、なんか少しでも親近感湧いてもらえたらななんて思ってるんですけど、どうだろう？需要あるんかな？これほんまに。まあさっさと話せって感じですよね。いや、わかってんだけどね、まあ結構これを話するの勇気で、なんだかんだ。まあ遡ること僕ね、まあ小学校の時なんですけども、まあまだ僕がね、ピチピチの可愛い小学生の時ですよ。まあ多分あれ小学校4年生の時だったかな。ある日ね、小学校4年の時に転校してきた子がいたんですよ。さあ、転校生ってすごいスターじゃなかったですか？なんかやたらなんかすごいさ、人気者のイメージがあって、僕もそれだけでなんか引っ越したいと思った時期あったもんね。何の話って感じかもしんないけど。で、その子がなんか割かし僕なんかパッと見も第一印象で一目惚れというか、あ、なんかかっこいいなって思ったんですよね。もうその時点でやっぱゲイですよね、僕ね。なんかまず最初に思ったのが、友達になりたいと思ったんですよ。で、僕って気づいてる方いると思うけど、結構お姉感あったんですよね。まあ、喋り方とか動作とか、なんかちょっと女の子っぽいっていうところがあって、なんかちょっとからかわれたりとかしたんですよ。なんかいじめっていうほどではないんですよ。いじめではないけど、やっぱどうしても目立っちゃうので、なんかからかわれたりとか、なんか女男とかよく言われてたな。どういうこと？女男とか思いながら。まあ、でも全然苦とかではなく、まあ、ちょっと傷ついた時とかもあったけど、まあ、僕はいじめと認識をしていなくて、まあ、これをいじめといえばいじめなのかもしんないけど、まあ、からかわれてたんですよね。まあ、こんなんだからさ、どっちかっていうと男友達っていうよりかは、女の子の友達が多くて、まあ、気も合うんですよ。なんか男の子とかと遊ぶ、なんか男の子ってさ、まあ、結構ドッジボールとか、まあ、サッカーとか、まあ、そっちでわーって遊ぶタイプだと思うけど、僕なんか女の子の友達がなぜか多くて、なんか人形遊びとかもしてたの。なんか話脱線してってるけど、まあ、そんなこんなんで女友達が多かったんですよ。だから、プライベート、まあ、その学校終わってから、まあ、友達とかと、まあ、ランドセル置いてよく遊びに行くじゃん。で、まあ、その時に、まあ、僕は、女友達を選んでたわけですよ。まあ、だけど、その転校生が来た時に、僕はもうその子と遊びたいってなったんですよね。だから、ま、僕はその時純粋に遊びたいっていう気持ちなのかなって、その頃は思ってたけど、今思い返すと多分ちょっと下心あったのかな。一緒にいたいっていう恋心。下心って言ったらちょっと聞きが悪い。下心じゃない。間違った。恋心よ。恋心。純粋なね。で、まあ、勇気を振り絞ってね、僕普段男の子と遊ばないのに、遊ぼうって誘いに行きました。なんか日曜日とか土日とか、空いてないみたいな。で、聞いたら、その子からの答えはね、僕、その子ね、実はサッカー少年なの。しかもめちゃくちゃうまい。実はちゃんとプロになってるサッカー選手なんですよ。どこの人とか言えないですけど、その、サッカーをね、習う学校に行っていて、まあ、それがあるから僕は遊べないんだって言われて。
ええー、と思って、もうブータローながらもうちょっとショックだったんですよ。もう、あ、振られた思って。早速振られたわ、と思って。んで、でも僕はめげずに、じゃあさ、いつか遊べる日ないのって聞いたら、ちょっとわかんないなーって、濁されたんですよね。あーもう、ショック。もう結構ショックでしたよ。小学生ながら。でもそう思ったらやっぱもう絶対恋やったよね、あれ。だからもうその時が僕の最初のゲイの、この男の子を好きになった初めての経験だと思うんですけど、まあ話はね、まだ終わらず、まあ僕はまず一目惚れですよ。まず見た目とか、なんか雰囲気でその子のこと惚れたんだけど、さらに惚れる出来事が実はあるんです。っていうのも、まあ僕先ほどにもね、お話ししたけどさ、まあ結構からかわれることも多かったと。まあなので、そのね、プールの時間が大嫌いだったんですよね。わかる？ゲイの人見てたらわかると思うけど、特に僕みたいなタイプの人、男らしいゲイとかっていうよりは、ちょっと女の子っぽいゲイの子にはちょっとね、共感してもらえると思うんだけど、からかわれてる分さ、あのね、裸を見られるのにすっごい抵抗があったんですよ。あのね、性同一障害ではないんですよ。決して、今。まあ、わかんないけど。僕はそうだと今は思っていなくて。でもなんかね、恥ずかしかったんですよね。裸を見られるっていうのが。で、しかも、そういうさ、まあ男の子だったらさ、そういう、なんていうの、下半身の見せ合いとかさ、なんかちょっとうひゃうひゃ、なんかちょっとわーわー騒ぎがちじゃないですか。なんかそのノリがその時は好きじゃなくて、今は好きだけど。今は好きなんかいっていうね。その当時はめちゃくちゃ恥ずかしかった。で、僕何よりやっぱそう、女友達が多いから、なんで女の子の方に行けないんだろうっていう、まあ疑問もありつつさ。でもなんでこんなさ、なんか仲良くない人の前で裸見せなきゃいけないんだろうとか、でもからかってくるわけよ。お前チンコついてんのかみたいなさ、僕嫌だったわけ。で、まあもちろんついてるしとか思いながらさ、ついてますけどみたいな。で、僕なんかもうすごい嫌な気持ちだったけど、笑ってごまかしたの。僕愛嬌いいからさ、傷つきながらも笑っちゃうタイプ。本当にかわいそうな子。で、まあ僕ね、もう案の定からかわれてたわけ。あ、チンコついてんのみたいな。そしたらさ、急にね、王子様かのように、おい、お前らやめろよつって。もうキラ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 ーって、もうほんと輝いて見えたな、あの時、マジで。少女漫画に出てくるもうヒーロー。ヒーローじゃないな。まあ、あの、少女漫画に出てくる、もうほんとに一番の、好きになるタイプ、なんていうの、語彙力がない。語彙力がなくてあれやけど、その一番の、ヒロイン。ヒロインは違う。ヒロインは僕。王子様。王子様キャラいるじゃん。もう一番のね。そう、好きになるタイプ。主人公が好きになる男の人の、あれ。もうあれに見えたもん。本当にね。僕はもうすっごい嬉しくて、かばってくれたっていう嬉しさ。で、本当に収まったの。それ以降。その、王子様、サッカー少年くんが、もうサッカー少年 K くんにしようか。そう、サッカー少年 K くんがね、僕を守ってくれて、もうそれでね、もうより好きになっちゃったわけですよ。まあだけどさ、もう一回僕はさ、しっかり遊ぶ約束をするためにさ、誘いに行ったわけじゃん。でも振られてるわけじゃん。でもこれ以上僕は彼には近づけないと思って、もうずっと心の中で、もうそのね、熱い気持ちを封印したまま、その恋は自然と消滅していってくれました。いや、懐かしい。めちゃくちゃ淡い思い出ですよ。で、僕、中学校、小学校と中学校って同じメンバーが引き継ぎなんですよ。そのまま小学校同じメンバーで中学校行くみたいな、まあ、私立に行かない限りね。もう中学校までその言葉ね、ずっと一緒だったけど、まあ、中学校になる頃はね、僕も冷めてたね、その子に対して。まあ、むしろその子ね、結構モテたんですよ。やっぱサッカー少年ですごい上手いし、まあ、見た目も悪くなかったんで、女の子からもすごいモテてた人なんで、サッカー少年稽古ね。まあ、だから、僕の仲いいね、その中学校の時も女友達多かったんですけど、その仲いい子がね、たまたまその、サッカー少年 K 君のことが好きで、なんかその恋愛相談とかも載ってたの。で、実際に付き合ってた。でもね、その時も嫉妬とかなくて、なんかもうむしろ本当おめでとうって感じだったんですけど、いやー、そんな感じ。僕のことをね、もう、か弱いピュアな僕をね、その、裸恥ずかしいって言ってる僕を守ってくれたんですよ、そのサッカー少年くんは。もう今でもね、もう本当に思い出すだけでもちょっとニヤニヤしちゃうんですけど。はい、ということでですね、まあ、僕が最初にその男の子を好きになった人の話、をさせていただきました。まあ、こんな感じでね、まあ、そういうちょっとゲイ経験談とかさ、ま、いろいろその、あるからさ、まあ、こういうネタをなんかちょくちょく、なんか混ぜ込んで動画にしていけたらなと思います。まあ、この動画好評じゃなかったらもうこれ切り離さないけどさ。ま、ちょっとでもなんか需要あるんだと思ったらやっていきたいと思います。最後まで聞いてくれた方ありがとうございました。ということでですね、まあ、本日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらですね、まあ、チャンネル登録や、グッドボタンなどしていただきますとね、今後の動画のモチベーションになるんで、どうかよろしくお願いいたします。ではでは、またね。